違いを探せシリーズ第3弾。 JR 西日本と JR 九州の境界線を渡ります。はい、こんにちは、吉田です。現在いますのは福岡県にあります博多駅です。今回は JR 西日本管轄のここ博多駅から九州新幹線に乗車し、隣の駅である JR 九州管轄の新鳥栖駅まで移動をして、会社による違いを発見していきたいと思います。違いを探そう企画第3弾ということで、過去にも境界駅をまたいで移動する企画を動画にしていますので、今回の動画を見た後でぜひご視聴いただければと思います。それでは早速改札に向かいましょう。まずは博多駅の構内に入って JR 西日本の様子を見てみたいと思います。あれ、博多駅は JR 九州じゃないの？と思った方もいらっしゃるかと思いますが、実は博多駅の在来線は JR 九州が管轄し、新幹線は JR 西日本が管轄となっています。そのためこのように新幹線改札の周辺には JR 西日本の表記があったりします。博多駅筑紫口周辺は JR 西日本のロゴやコーポレートカラーの青色が多く使われているのがよくわかりますね。そのあたりからぜひ楽しんでご覧いただければと思います。改札前にやってきました。土曜日の午前中ということで、改札前は大変混雑しています。新幹線乗り場の案内はこのような表記となっています。新幹線のロゴが500系新幹線になっているのがまたいいですね。新幹線乗り場や切符売り場の表記は黒い背景に白い文字で描かれていますね。博多駅は九州新幹線と山陽新幹線が発着する駅であるため、東京から鹿児島中央まで様々な行き先と種別が表示されています。とてもカラフルでなんかいい感じですね。以前視聴者の方に JR 西日本では停車駅に終点の駅は含まないと教えていただきましたが、確かに停車駅の表示には途中停車駅のみで終点駅は記載されていませんね。それでは切符売り場にて新鳥栖駅までの切符を購入していきます。画面はこのような感じになっています。後ほど新鳥栖駅でも券売機を操作して確認してみようと思います。切符の購入が完了し、改札を通過していきます。行き先案内の表示はこのようになっています。種別と号数はその新幹線の種別カラーの背景となっており、こだまなら青、のぞみなら黄色になっていますね。鹿児島中央から新大阪までを走るみずほ号はオレンジ色になっています。その横には発車時刻、行き先、自由席の案内という順で表記されています。ちなみに文字盤といいますか、ディスプレイのその枠自体は黒色ですね。下り線の熊本、鹿児島中央方面の案内も同じ表記となっています。新幹線乗り場のこの案内も一部で青色が使われており、 JR 西日本のコーポレートカラーに合わせているものかと思います。では階段を上がって売店などがあるフロアに移動をします。改札の中にある売店はセブンイレブンになっています。よく見るとセブンイレブンのロゴとともにハートインと書いてありますね。ハートインとは JR 西日本エリアで営業していたコンビニで、現在はセブンイレブンとフランチャイズ契約となっています。待合室の様子も覗いてみたいと思います。待合室ではテレビや椅子があり、そこで新幹線を待つことができますが、壁に貼られているポスターはユニバーサルスタジオジャパンや IC カードのイコカなどの、やはり JR 西日本エリアの案内ポスターのみとなっています。自販機はクリコという自販機のようで、こちらでもイコカが使用できると書いてあります。 IC カードはエリアをまたいで相互利用ができるので、スイカなどでも購入ができますが、やはり JR 西日本の管轄という感じがします。ちなみに描かれているこのキャラクターはカモノハシのイコちゃんです。可愛いですね。待合室を出まして、もう少し改札内を散策します。すると少し先にはファミリーマートがあるようです。先ほどセブンイレブンがあることを確認しましたが、同じ改札内に競合のコンビニがあるということですね。確か JR 各社で業務提携をしているコンビニがあるので、基本的には駅の構内にコンビニは1社のみのはずです。そのような中で2社コンビニが入っているというのは、博多駅のような JR の境界駅ならではの珍しい光景かと思います。こちらは新幹線から在来線への乗り換え口となりますが、この改札を進むと JR 九州の管轄となります。そのため少し見えにくいですが、奥にある出発案内表示もだいぶ雰囲気が異なりますね。ではいよいよホームに上がります。今回は11番線から9時36分発の燕熊本行きに乗車します。
ホームに上がりまして、まず見えます案内表示ですが、先ほどの改札前の表示とだいぶ異なりますね。こちらでは黄色と緑の文字でシンプルな表記に変わりましたが、ここでも途中停車駅は終点を含みません。右側の11番線ホームに停車していますのは、燕317号熊本行き、今回乗車する新幹線です。車両は800系 JR 九州独自の車両となっています。ホーム上にはファミリーマートがありますね。となりますと、ホーム上は JR 西日本ではなく JR 九州の管轄なのかもしれません。正しい情報でなかったらごめんなさい。そしてホーム上の駅名表はこのように JR 西日本の書式が使用されています。ホーム上にあるゴミ箱はこのような形となっています。もしかしたらゴミ箱の形にも会社ごとの特徴があるかもしれませんね。ということで博多駅の様子を一通り見たところで、新幹線に乗車していきます。新幹線の車内はこのように2人掛けのシートが左右にありまして、3人掛けのシートはありません。背もたれが薄いのが特徴で、重厚感はありませんが、その分空間が広くなっているように思います。窓から福岡の景色を眺めながら、 JR 九州管轄最初の駅新鳥栖駅を目指して進んでいきます。途中で新幹線がたくさん停車している場所がありますが、こちらは博多総合車両所といいまして、 JR 西日本の車両管理場所となっています。ちなみに JR 九州管理の新幹線の車両所は熊本県にあります。そして新幹線はスピードを落としまして、まもなく新鳥栖駅に到着です。博多駅からの所要時間は約12分です。さあ新鳥栖駅に到着しました。乗車してきました新幹線の見送りをしたところで、まずはホームの様子から見ていきましょう。新鳥栖駅の駅名表はこのようになっています。JR 九州のコーポレートカラーは赤色ですが、その赤色を使用している様子はなく、このように紺色の背景に白文字で駅名が記載されています。ホーム上の発車案内はこのような表記となっています。博多駅ではこのようになっていて、順番は変わらないですが、少し色使いが異なりますね。博多駅では時刻が黄色でしたが、新鳥栖駅では行き先が黄色になっています。また新鳥栖駅でも途中の停車駅の表示には終点駅を含んでいないようですね。エスカレーターでホームから降りていきます。お手洗いへの案内板も背景は紺色ですね。こちらの乗車位置案内もホーム案内表示でも紺色の背景で白文字となっています。ゴミ箱はこのようになっていて、下の方には JR 九州のロゴがコーポレートカラーの赤色で描かれており、ゴミ箱の形も若干異なるようですね。改札の外まで移動をしました。改札前の案内表示はホーム上のものと配色を含めて変わりはないようですが、ここでもディスプレイの枠の部分は紺色ですね。博多駅の改札前の案内はこのようになっていました。新幹線が行き来する本数が違うので仕方ないですが、博多駅の方がかなりカラフルな感じがします。駅構内のコンビニはファミリーマートとなっています。調べてみたところ、やはり JR 九州とファミリーマートはフランチャイズ契約をしており、 JR 九州管轄エリアの駅構内のコンビニは一通りがファミリーマートとなっているようです。切符売り場は博多駅との規模の違いはありますが、博多駅の新幹線口にはいらっしゃらなかった博多花丸大吉さんの広告もありますね。待合室にも入ってみたいと思います。待合室の自販機では IC カードは JR 西日本のイコカではなく JR 九州のスゴカが描かれています。自販機上には熊本県の公認キャラクターくまモンの広告がありますね。自動券売機は少しボタンの配列が違うようですね。ですがその他フォントや選ぶ順番などは同じようです。
新鳥栖駅の外に出てきましたが、ここからは JR 九州らしいものは見当たらないですね。ということで、JR 西日本と JR 九州の違い探しはここまでです。今回は博多駅から新鳥栖駅まで九州新幹線に乗車し、JR 西日本と JR 九州の違いを探してみました。色の違いが多かったですが、他にも結構違う部分がありましたね。とはいえ、今回ご紹介した違いだけではなく、もっと細かな点の違いもあるかと思いますので、こんな違いもあるよ、などとコメント欄にて教えていただけますと幸いです。引き続き全国の観光地、グルメ、鉄道などの情報を発信していきたいと思いますので、ぜひ高評価やチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。